こんにちは、ベンジです。今回から天柱戦乱というゲームをやっていきます。天柱シリーズの Xbox 360で出たゲームです。で、オープニングで力丸くんが出てたと思うんですけど、おっといきなりセーブ画面。じゃあセーブします。あ、セーブデータを作りました。オープニングで力丸くんが出てきてたと思うんですけど、今回操るのは力丸でもあやめでもなく、オリジナル忍者のようです。キャラメイクから始まるんだと思います。キャラクターを作成しって書いてますね。はい、じゃあ始めましょう。みすぼらしい男が出てきた。あ、男でも女でもいけんのか。なら女でいこう。ああ、これで選べるの。ああ、はいはい。あ、これちょっとあやめっぽいね。ああ、色違い。ああ、ボーイッシュ。ああ。あ、ちょっとリンちゃんっぽいね。なんだこれ。おお。ああ、あ、これ悪くないね。なんか、武士って感じだね。おほほほ。かわいい顔。ああ、悪くない。悪くない顔だ。おほほほ。いや、ひどっ。あ、でもこれあれか。紅で出てきたおばちゃんに似てる。おほほ。はいはい。ああ、これもちょっとかわいい系ね。ああ、どうしようかな。これ。おほ。ああ。いや、これちょっといいな。これか。これだな。あ、これいいな。これにしよう。これね。白い方ね、じゃあ。衣装。ああ、どれも。あ、これちょっとあやめっぽいね。ああ、なんか弱そう。じゃあ、これにしよう。じゃあ、女でいきます。これで身体能力設定。ああ、割り振れるの。うん、忍びたるもの素早さでしょう。ああ、ああ、どうすかな。忍殺するから力はいらないと考えると、でもボス戦とかでは力いるよな多分。うん、まあこんな感じか。素早さ全振りで。相棒設定。相棒。あ、相棒はもう性別選べないんだ。逆の性別になるってことかな。おお、いかつい。ああ、かっこいいね。ああ、かっこいい、かっこいい。完全に外人だな。ああ、僧侶。あ、これもかっこいいね。この服とすごい合ってる。ああ、かっこいい。剣豪って感じ。ああ、弱そう。ヤクザの手下みたいな。ああ、いかつい。おほほほ。ええー、ああ、なんか普通の人。ね、どうすかな、迷うな。相棒でしょ。これかっこいいね。これすごくかっこいいじゃん。ああ、こいつもかっこいいんだよな。外人。これもかっこいい。ああ、まあ、まあまあ。いや、これかっこいいね。ちょっとかっこよすぎるか。どうしようかな。いや、これちょっと気に入ってんだよな。これとこれ。こいつにしようか。あ、これで。名前を決めれんのか。今が影丸。どうしようかな。これ日本語使えねえのか。ああ、バックスペース X。 どうしようかな。
日本語ダメなんだね。じゃあね、え、エビゾウエビゾウでいきましょう。あ、服変えてなかった。おー、かっこいい。あ、いいね、眼帯できんの。タンゲでもいいな。おほほ、え、なんでこいつの方が服いっぱいあんの。え、ちょっとすごい忍者っぽくなった。え、ちょっとずるくない。え、男の方が多い。なにこれ、何つけてんの。男の方がいっぱいあるってことかな。いや、しかもドクロのあれちょっといいな、欲しい。いや、かっこいい、超かっこいい。でもね、こいつに似合うのはなんかラフな格好だよ。これちょっとあれだね、アンマシみたいだね。あー、これちょっとみそぼらしい。え、ずるいんだけど。ちょっとかっこいいよ、これかっこいいよな。これにしようかな。エビゾウ。エビゾウっぽいよね。よし、じゃあ行きます。これで終わりか。あ、セーブします。はい、セーブ完了。カメラ、縦横。流血表現あり。あ、オートセーブありにしよう。これでいいか。いきます。時は戦国動乱の時代、栄光繁栄戦の陰に闇に生き闇に消えゆく者たちがいた。その者の名は忍び。命を賭して歴史を築き、名を知られることもなく影の世に存在する。この者もまた影の道を選んだ一人である。私、一つ急ぐことなかれ、せいてはことをし存じる。あ、ちょっと、はいや。あ、力丸、お前の力、見極めさせてもらう。はい、お願いします。チュートリアルかな。いや、力丸が師匠ってこと。いいね。あ、待って、走る。バット？こうか。はい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 。しゃがむ。はい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 。こうか。おおお、なんだ？一回転。一回転。よし。あ、大体操作一緒だな。はいはいはい、オッケー。じゃあ納刀もできるってこと。あ、納刀できる。あーと、はいはいはい、敵がいると。うわ、やべ、うわ、このカメラ操作逆だ。反転にすればよかった。変えれない、変えれない。あ、ここに書いてあるね。急ぐことなかれ、せいてはことをし存じる。一つ、画面中に表示される説明文をよく読むべし。一つ、それでもわからないときは取扱説明書を読むがよい。はい、わかりました。お、いた。走っていく？抜刀しないと印刷できないとかあるかな？なんじゃ？おい！オッケー。あ、抜刀中だと印刷で？あ、もう一回読める。じゃあ、ここ行くとまた出る。ノート中だと敵を拘束する。へぇ。殺さないで。なるほどね。あ、跳躍、大跳躍。ああ、はいはいはい。大跳躍、こうやるのか。で、こっちが、月面宙返り。ムーンサルトね。あ、待って、しゃがみで、あ、しゃがみで反転できなく、あ、
する必要ないってことか。あ、いやしゃがんでてもこう動くんだ。あ、なるほどね。で、振り向きたかったら月面宙返りしろと。よじ登りと反転跳躍。あー、なるほど。よじ登り敵行くの。え、壁に貼り付けできる、なにこれ、ガードか。貼り付けできないの、こう、こうやって、こうやって見ろってこと。じゃあちょっと納刀状態で捕まえてみっか。なんじゃ。あ、なるほど。おお、高速印刷と B を押すと気絶させる。なるほど。うわ、血結構グロいね。明るい場所にいると隠密メーターが反応。あー、あれか、下のあの手裏剣のマークかな。あー、暗いとこにいると見つかりにくい。へえ。主観、LB だからここか。はいはい。あ、上穴開いてる。そこに敵がいますよと。暗いとこ行くと気づかないんだ。あ、鍵縄で天井裏。そんな遠く無理だよ。お、やっべ、抜刀してると動けねえのか。ここで、あ、ここで納刀できる。お前死んだぞ。うわ、上にいっぱいいるな。あれ、この人固定、ここで固定。いや、行くね。よいしょ。はい。気絶なんてしないよ、させないよ。よし。で、ここにぶら下がりゃいいのかな。うわ、長っ。そんな長くいけんだ。よいしょ。お、あ、転がれる。B、下を覗き見る。L、RB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 。あ、こうか。あ、もう一回、もう一回。あ、ちょっと待って、待って、待って、待って。あ、押しっぱか。押しっぱで、これで視点移動。あ、できる、できる。うわ、目が変になる。この辺にはいませんよと。ただこの手前にいるから、おしっぱで降りろと。よしよしよし、はいはい、あったね、そういうの過去作で。あ、で、あいつを殺せってことね。あ、ダメだ。なんじゃ、音も聞こえるんだ、普通の。え、逃がすな、おい、嘘嘘、やべえ、見つかってる。なんで見つかった今。気にしすぎか。あ、大丈夫。あ、印刷。うわ、かっけえ。ぶら下がり印刷超かっけえじゃん。あ、これ拾えない、拾えない。音立てないようにこういけってことだな。前までは水だけだったんですよね、音鳴るの。いや、これかっけえな。もう通してジャンプ。よし、次。あ、扉の RB を押しながら、どういうこと。押しっぱ。ああ、覗ける。へえ。で、普通にガラッと壁の近くで R 押し込みで貼り付き、貼り付き中。あはは、あ、そらできるよね。 OK。 じゃあ貼り付き印刷もできるんだ。あ、いるね。刀出してね。
なんじゃ。おお、聞かれた。よし、いける。うおー、引き込みね。 OK。 なんか落としたね。これ出て拾う。納刀か。納刀して拾った。なんだこれ。よいしょ。お、あ、いるね。これあれだな、長いから。ああ、あ、危ねえ、音鳴るとこだったのか。気絶やってみる。当てみ。まあ殺すけどな。なるほどね。敵はいない。あ、なんだこれ、なんだこれ。え、あ。ああ。コロナ。え、匂いが体につくと。あ、匂いしてる。で、これを使えて。あ、待って、地図、地図。あ、はいはいはい。よっ。ああ、匂い消しだったの、これ。あ、水だ。うん、知ってる、知ってる。あ、水の中入った。よいしょ。吹き矢。どっかにいる？あれ、敵か？あ、やべ！バッカ、間違えた。ゆっくり行けば音聞こえないかな。なんじゃ。いや、聞こえた。危ねえ。いや、吹き矢で殺すんだったんだな、こいつ。気のせいか。じゃあ一気に行く。何言っ。よっしゃー。オッケー、ゴリ押し。そこは鍵詰めだな。いる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 。いない。そこ張り付くか。連続忍殺。うわ、めっちゃいるじゃん。じゃあここは転がって。おおおおおおお、すっげえ。すっげえ。かっこいいね。お服？お服。A 連打で速度上昇。ああ、はいはい。いる？あ、いるね。どうやって出んの？こうか。ちょっ、ずる！よし！ゴリ押し！はあ。終わりか？終わりっぽいね。あ、終わった。おお、来た来た来た。終わりました。指示あるまで里にて待て。はい、ありがとうございます。あ、あんまり可愛くないね。お、忍術回転かな？八角一ね。よし、忍術回転。忍術回転が多分一番高得点だと思います。2050問もらいました。お金くれんだ。はい。で、忍術指南っていうのが今のやつかな。ここら辺はよくわかんねえな。あー、通信プレイか。単独任務。はい。一つ技を習得し任務を有利に進めるべし。一つ任務を使い困難な状況を打開せよ。一つ衣装を変えて新たな気持ちで任務に挑め。はい。何？服変える？え、もう変えるかな？ああ、忍びの里みたいな感じ。任務を受けます。あとは何がある？
ここか。あ、衣装購入や、あ、技もね、はいはいはい。あ、これまたここで変えれんだ。あ、へえ、あ、あるね。三連切り、連、なんて書いてる？読めねえ。連撃、連撃なんて書いてるんだ。なんとか。あ、トンポンでもできると。ああ。ああ。ああ。え、なにこれ、なにこれ。あ、あ、あ、あ。うん、よくわかんないけど。まあ、そういうことか。何個やって、後ろを押してやると、何かが出るとかを設定できるってこと。奥義。あ、まあ、ねえわな。特殊奥義と、攻撃を受ける直前にガードね。攻撃を一定時間押して離す。RB で注目しながら押し込み、注目しながらガード。でも、奥義を設定できます。これ何？技能？あ、ないね。買うのか。買うか、あ、買うんだね。あ、なんか一個は買えるよ。強点。立ち状態から出す打ち上げ斬り。敵を空中に浮かせる。龍が。大きく振りかぶって打ち下ろす強攻撃。敵のガードを弾く性能を持つ。いいね。これ強いね。先進がかな。刀より突き攻撃。敵を前方に突き飛ばす。残月。残月ってあったね、昔。自分の周囲を投げ払う回転攻撃。囲まれた時に使用するという。視線客。周囲の敵を転倒させる回転攻撃。敵から逃走する際にも有効。何これ。飯綱。空中に敵を打ち上げて頭から立てつける打ち上げ投げ。へえ、投げか。これ1分の1って書いてるの何だろう。そのうち、飯綱2が出てくるってこと？奥義。あ、奥義はまだ覚えれないんだ。これは何かきっかけがあってから変えるようになるってことか。なるほどね。面白いね。リング装備。あー、手裏剣と神妙丹だけ持ってる。神妙丹1個装備しとく？リング購入。手裏剣。入荷って書いてる。手裏剣、巻き菱。あ、巻き菱は逃走するときに使える。捕獲？回復、神妙丹、100円。100問ね。あ、それしか買えない。あ、衣装。衣装。待って、変更。あ、髪型変えれる。あ、なんだ、髪型変えれる。あ、はぁ。あ、あやめ髪にする。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、色変えれる。え、どうすかな。あ、で、明るさはここね。うわぁ。え、ちょっと迷っちゃうね。あー、白髪にするか。こんくらいいいかな。頭装備。おーおーおお、あ、いいね、こういうのいいね。女兜っつうのこれ。あ、くのいち好き。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いい、いい。いや、これかっこいいよね。口布。口布にすっか。裸。半袖着物？ダサいね。とりあえずこれとかにする？袴。いや、ダセえ。なんかもっといいのないの？腕、包帯。おぉ、ボンジ書いてる。あ、これいいじゃん。これ。これでしょう。ああ、黒塗りの鞘はいい。これは？あ、スカーフか。赤いスカーフつけとこう。
あ、漂流袋。オッケー。え、購入なんか買えっかな。あ、髪型とか買えんだ。え、ちょ、見せて見せて。見れねえのか。見れない。うっそ。あ、長袖着物あんじゃん。じゃあこれの種買った。袴梅、袴梅、これもなんか3分の1って書いてある。袴梅買いました。腕ランパ巻き、なんだそれ。あとかこれも赤買おう。草履、すね当て、入れ墨、白、小杖、鞘か。装飾品。え、ちょっと待って、長袖、長袖。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいいい、こういうの好き。袴梅。あ、いいじゃん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 。あ、いいいいいい、あ、すごく良くなった。あ、これね、中二っぽいやつね。あ、じゃあいい、それは花でいい。あ、すごくいい。あ、いいじゃん、がぜんやる気が出てきた。あ、いい、かっこいい。え、かっこよくないですか。ちょっといいいいいい、髪も白合ってるかも。飽きたらまた買えますけど、当分これでいくか。はい、ということで今回はここまでしましょうか。チュートリアルまでですけど、次回力丸くんから任務を受けていきましょう。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。